山形市は岐阜県にある市、旧美濃国の中央よりやや西寄りで岐阜市の北側にあり、岐阜地区に位置づけられる。山形市の名は、市政施行前の山形郡から取られたものである。この山形の地名は古くは山形と表記され、山形とは、読んで字の通り山の方を意味し、昔から当地が山の方にある集落であったためにこの名がついたと考えられている。 縁原の伏流水産地河川古省、山形の名は、奈良時代以前に、すでに存在していたことが、現存する日本最古の古籍の一つである大宝二年の、小野国山形郡三井田里古籍より分かっている。律令制において、小野国は、現在の岐阜県美濃地方を中心とする地域、山形郡とは、現在の山形市の一体を指していた。この一族は、 聖は源氏ただよりつなの三男、源の国なおがこの地を地盤として、山形市を合したことに始まる。美の山形市は甲斐、山形市、秋山形市それぞれの源氏系の山形市の祖となった。後に、これらの所流から出た甲斐、武田家の普代画廊の山形正影、山形有友等が名乗った、山形の名,の名称の名字は、当地の地名が由来となっている。 なお、山形市の発祥と、同時期に、時郡においては、同じ節源寺から源の国直のおじである、源の国ふさが、時市を起こした。山形市や時市の、主な家門である、卑郷門は、山形市の支花の卑郷であり、両氏族の山形郡とのつながりを物語っている。また、同地名の山形郡は、同地に流罪にされた、源の国直がそのまま、 山形生を名乗ったことを発祥とする地名である。市長役所市議会山形警察署山形消防署、菊田厚生病院高富郵便局山形市高富、中央公民館山形市総合体育館海外、三山中心部戦後をしばらくするまでは、松茸の産地として有名であった。しかし、山間部における燃料が、 滝木や木炭からガスへと移行すると、山へ入る人が少なくなり、落死青葉が多く残り、土壌の不栄養化と高湿度化が進んだ。結果、松茸の生育には適さなくなり、現在では数軒の松茸問屋を残すのみである。農業林業山形市南方に位置する岐阜市や、愛知県一宮市などでは、繊維業が盛んであった。その関連産業として、 木材の調達が容易な山形市では、木管の製作を担う工場が多くあった。これが、旋盤加工を得意とする職人を多く排出し、太平洋戦争後の水洗バルブ産業につながる。現在でも宮間地区には、水洗バルブ関連企業が多数集積しており、水洗バルブ市場における全国シェアも、非常に高い。工業商業。 山形市有線テレビ局放送局岐阜県立山形高等学校ハーバス高富バイパス鉄道路線市内に鉄道路線はない最寄り駅は名鉄岐阜駅または JR 岐阜駅昔は岐阜市北端の山形市に隣接する名鉄高富線高富駅が頻繁に利用されていた乗客数は多かったが輸送力不足で路線バスに転換され 廃線となった。宮間地区からは、垂水鉄道の垂水駅にも近いが、そこへ向かう、バス路線はない。バス路線高速道路国道県道大久和城、関南寺十五社神社深瀬白山神社宮間地区を流れる清流。あゆつりや川遊びで知られ、地元の小中高生が橋から飛び込みをすることがある。宮間観光屋名や、丸木宮間店前の橋から、 飛び込みが有名。リヒラグリ発祥の石踏み。ありがとうございます。